はい、皆さんこんにちは。今日はスローインについて解説していきます。この動画を見ることで選手の方も審判員の方も皆さんが正しいスローインについて理解を深めていただけたら幸いです。それではやっていきましょう。今日はこの3つについて話していきます。正しいスローインの投げ方、スローインの反則、スローイン Q&A ということでやっていきましょう。まずは1番、正しいスローインの投げ方です。正しいスローインの投げ方、足偏ということで、足がどういう状態になっていれば正しいスローインなのかということを解説していきます。スローインを投げる際に最もファールスローになりやすい、反則のスローインになりやすいポイントがこの1番目で、両足は地面から離れてはいけないということですね。サッカーの競技規則では投げる際に両足を地面から離してはいけないと明記されています。助走から勢いをつけて投げるために、投げる瞬間に足が前後に開いた状態で投げることは反則にはなりませんが、勢いをつけすぎて足を地面から離してしまうと反則になります。足が揃っていなくてもいいけど足が地面から離れてしまうと反則になります。2番です。両足ともにその一部をタッチライン上、またはタッチラインの外のグラウンドにつける。これはですね、両足が地面から離れてはいけない、かつタッチラインの上か外側に足を置きましょうということです。では皆さんに質問です。この今5人の選手がスローインを投げた跡があります。どの選手が反則で、どの選手が正しいスローインでしょうか。やっていきましょう。真ん中に線があって、画面の半分より上側がコートの中で、下側がコートの外です。まず一番左の選手ですね、外側のライン上に足が乗っていて足が揃っている状態、これはですね正しいスローインです。先ほどもありましたように、両足ともにその一部をライン上、またはラインの外に置きましょうということで、ラインの上にあるのは全く問題ないので、これは正しいスローインになります。次です。2番、右足左足ともにライン上に乗っていて、コートの中に入ってしまっている状態です。これはどうなんでしょうか。これも正しいスローインで問題ありません。ライン上に乗っていればいいということなので、ライン上に乗っていてコートに入る分には問題ありません。なのでこれも正しいスローインということになります。次です。今度はコートの外側から投げた場合、ラインを踏まずにコートの外側から離れて投げた場合、これはどうなんでしょうか。これも正しいスローインで問題ありません。ライン上またはラインの外から投げてくださいねというルールだったので、これも正しいスローインです。次です。左足はコートの外から、右足はコートの中から、これはどうなんでしょうか。これはですね、ファールスロー、反則なスローインとなってしまいます。両足ともにコートの外かライン上に乗ってないといけないので、左足はコートの外で問題ありませんが、右足がライン上にもコートの外にもないので、これは反スローです。ということは、一番最後の両足ともにコートの中に入っているスローインもファールスローということになります。審判員の方は、両足がラインに乗っているのにコートの中に入っているからといってファールスローを取ってしまうケースがたまにありますが、コートの中に入っていてもかかとがライン上に乗っていれば問題ないので、間違えないようにしましょう。次です。正しいスローインの投げ方、腕偏ということで、2つのポイントを見ていきましょう。1、両手で投げなければならない。そして2つ目です。頭の後方から頭上を通して投げなければならないということですね。最初の方の両手で投げなければならないというのは文字の通りですが、片手で投げるのは禁止されています。ボールを左右から挟むように持って投げましょうということです。そして頭の後方から頭上を通して投げなければいけませんよということで、これはね、少し文字だけでは難しいので、こちらの図を見ていきましょう。左側の選手は頭の後方から頭の上を通してボールを投げました。次に右側の選手は頭の上から少しだけ腕を動かしてボールを投げました。
この場合、左側の選手は正しいスローイン、右側の選手はファールスロー、反則なスローインとなってしまいます。もう一度確認ですが、ポイントは頭の後方から頭上を通しましょうということです。右側の場合、頭の後方にボールはありません。頭の上から投げてしまっているので、これはファールスローです。左側は頭の後ろから頭の上を通って投げているので、正しいスローインということになります。プロでもね、ファールスローっていうのはよく起きてしまうので、例えば左側の選手は頭の後方から頭の頭上を通さずに投げなかったということでファールスローです。右側の選手は頭の後ろから投げているけど、右足がピッチの中に入ってしまったということでファールスローになるので、皆さんスローインをチェックするときは、足と腕どちらもポイントに従っているか、正しい規則に従っているかということを見てジャッジをしてみてください。スローインをしてみてください。復習です。両足は地面から離れてはいけません。そして両足ともにタッチラインの上、またはタッチラインの外のグラウンドにつけましょう。そして両手でボールを投げましょう。頭の後方から頭上を通してボールを投げましょう。この4つのポイントをスローインをする選手は押さえていきましょう。ジャッジする審判員は押さえていきましょう。次です。スローイン Q&A ということで、4つの状況になった時、どういうジャッジをするのか、どういう反則が取られるのかということを解説していきます。1番、スローインを投げた選手が誰も触っていないのに続けてボールを触った場合、図のような感じですね。スローインを近くに投げてもう一回自分が触ったらどうなるのか、これはですね、反則になってしまいますので、スローインを投げた選手が2回連続で触ってしまうと、相手チームにその場所から間接フリーキックが与えられます。なので審判員の方はスローインのやり直しではなくて、相手チームの間接フリーキックということを覚えておきましょう。次です。守備側の選手が規定の距離を守らなかった場合ということで、スローインには、入っていい範囲というものがあって、スローインをする場所から半径2メートル以上相手チームは離れましょうというルールがあります。離れなければ反則になってしまうので、守備側の選手は相手のスロワーから2メートル離れましょう。攻撃の選手は2メートル以内に近づいても大丈夫なので、審判の方はこの2メートルという距離を覚えておいてください。次です。投げたボールがピッチの外に出てしまったら、そしてスローインが直接ゴールに入ったらどうなるのかということを見ていきましょう。投げたボールがピッチの外に出たら、たまにジュニアのサッカーとか風が強い日のサッカーであるんですけど、ボールをライン上に投げたと思ったらピッチの中でバウンドするのではなく、ピッチの外にそのまま出てしまった、誰も触らずにピッチの外にそのままラインを割ってしまったという場合は、やり直しでもう一度スローインになります。相手のスローインではなくて、投げたチームがもう一度スローインのやり直しをするということになります。次です。これは滅多にないですが、審判の方はぜひ覚えておいてください。スローインが直接ゴールに入ってしまった場合、スローインが誰も触らずに直接ゴールに入ってしまった場合は、相手チームのゴールに直接入ってしまった場合は、相手のゴールキックからスタートとなります。そしてボールが自分自身のゴールに入ってしまった場合は、相手にコーナーキックが与えられます。なのでスローインが直接入ってしまった場合、どちらのゴールに直接入ったかということを理解して、審判の方はジャッジをしてみてください。はい、以上がスローインの正しい投げ方、スローインの反則、スローインの Q&A になります。ぜひ正しいスローインをするために、選手の方は4つのポイントを覚えておいてください。そして審判員の方は4つのポイントプラススローインについての反則を理解して、正しいジャッジをしてみてください。はい、今日の動画は以上になります。次回の動画もお楽しみに。